激しいですね。オタクになったら激しいわ。しかし激しいですね。激しいんですよ。もうね、血圧が上がるんですよ。そうでしょう、どう息は乱れてる？いや結構乱れてますよ。哲也さんほどの人が、いやいや、でもあなたほど一生懸命やらないですから。いやいや、それは持ち歌じゃないもん。いやいやいや、ごめん、もうごめん、もう言いません、はい、ちょっとリラックスして。そうね、はい、じゃあ座りましょうか。はい、あ、じゃあみんな、あ、ちょっと紹介してください、そっちも。あの、うちの若い衆です。堀内孝雄、矢沢徹。え、はい、うちの若い衆でございます。千葉和臣、中本敦彦でございます。まあまあ、あ、まあ、いやー、もう立ってるのしんどいね。お、腰にね、負担がかかるのよね、立ってるとね。しかしお宅は自信があるらしくて、みんな足を並べますね。あれ、そう、どうして？取られると。いや、私ね、あの、高校の時ね、あの、バスに乗ると足が届かなくなってね、随分辛かった思い出があるんですよ。みんなそれぞれにね、いろんなものを引きずってるからね。そうですよ。まあまあね、そうですよ。前の方にお嬢さん方がね、じゃあ、あ、行きやすくやんじゃダメよ、ね、叩くよ、あんたは。悔しいですね。しかしね、女優ってやっててね、一人しか名前が来ないってのはね、はい、どうもありがとう。君は優しい子だよ。ね、地方から出てきたんだね。そうかそうか、一緒だ一緒だ、ね、なんか東京の水に馴染んでないな。なんかツーンとね、いい田舎の匂いがしたんです。コロッと忘れておりました。さあ、ぼちぼち冷静になって、はい、あの、話をしたいと思いますが、いつそのきっかけだったの？あ、ごめん、はい、あの、私はあのアリスの音楽を聴いていて、横文字が多いなと思うんですね。あ、はい、そうじゃないですか、ベイアンとか金ちゃん。そうですね、多少多いような。ヨーロレンさんだ。あ、うまいですね、うまいです、ね、大したもんです。公衆ソング、え、公衆ソングって呼ぶんですね。あ、公衆ソング、あ、ね、くさーってやつ、くさーって。それからまだありますよね、1万ボルト、あれは日本語か。日本語、そうか。1曲しか知らないんでしょ。いやいや、そんなことない。他に何がありましたっけ。他は養老連さんだ。 You are 涙の誓い。あ、涙の誓い、ね、Oh I love you、 Oh I love you、うん、ほう、いやいや、それからね、チャンピオン、チャンピオン、そうそう、ね、アリスのチャンピオン、ね、ライラ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 、ね、英語ですね、英語です。割と多いんです、皆さん。これはぶっちゃけた話が、あの、アリスというグループはね。ところが面白いことに、これはあの、ちょっと今あの、いろいろ関係でバラ売りしておりますけどもですね。バラ売り、バラ売り、バラ売り、三色パンみたいに。あの、谷村さんは割と日本語が多いね。漢字がね、好きなんですよね。日暮らし、ごんべんに衆と書いて日暮らし。あ、厳密に言うと衆じゃないんですけどね。ごめんね、あれ、ごんべんでしたっけ。ごんべん、虫編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 、そうだそうだ、そうだ、虫編、ね、虫編、うん、それな、日暮らし、それから黒いわし、あ、黒いわし、うん、黒いわしじゃないんですよ。黒いわし、黒いわし、それから、まだあったんだよな、何だったっけ、あれ、喝采、咲き森の歌、あれは違う、あ、ごめんなさい。きっちり自分の弁明してやる。まあ、あの、そういういろいろ漢字の歌があるわけですが、ありますね。しかし、あの、その中でも面白いな、素晴らしいなと思う、スバルね。スバルね、はい、スバル好き、好きなんですね、ほら、え、今日はせっかく、あ、こんなにたくさんの無料のお客様がいらっしゃいますし、え、歌ってみたいって言ってましたね。僕 やってみたいです。ほら、来た来たよ、ありがとうございます。 やります僕やります。あ、じゃ あのうちのメンバーのみんなに、あの、はい、伴奏してもらうようにします、はい、本当やります。僕やります。やります。僕やると言ったらやります。はい。それじゃあ、スバルも、はい、目を閉じて何も
言えず悲しくて目を開ければ荒野に向かう道より他に見えるものはない。ああ砕け散る定めの星たちよ、せめてひそやかに我が身を照らせよ。青白き頬のままで彼は行くさらば始まるよ。彼は行くさらば始まるよ。いや、あの歌いやすいところと歌いにくいところがあるんですね、この歌。文句言っちゃいけないですけど、なんか前編歌いにくかったように聞こえましたけど、ね、サビのところは好きなんですよ。ただ今のメロディーでは嫌いなんですね。だから自分で変えたんですけど、ね、歌詞もね。ちょっとすいません。ありがとうございます。まあちなわけでですね、まあいろんな歌があるわけですけども、うち、はい、って言ってたのはほらスバル歌いまして、孫先生君スバルね、はい、ほらうちも練習してるのがあるじゃないですか。もう任せてください。これはあのまだどこでもやってないんですよ。あ、そうですか。え、今日はね、金ちゃんまでが歌う。ちょっとなんか金ちゃん寂しそうな顔してますよ。なんか不安なんですよ。不安なんですか。ええ、なんか言葉が覚えにくいって怒ってましたからね。そうですか。あの海援隊の歌ってのはあれですね、はい、ひらがなが多いんですね。いやそうですけど、いや、そのひらがなの中に含まれている、うん、なんとも言えない優しさっつんですか。好きですね、おじさんは。いろはにほへとちりぬるを、そういう感じがね、ええのよね。それであの、はい、金八先生のね、主題歌になりました、あれをやりたいんで、ジョー君と中本君ちょっと悪いけど伴奏、はい、はい、いいですね。あのお二方は素直で、もちろん素直でね。じゃあこれはね、二つのグループの個性なんですけどね、オタクはね積極的なんです。うちは消極的なんですよ。二人、コンサートの会場に行く前に突然幕が開く前に言う時あるんですよ。あれ今日やるのって言いながら。しかし金平さん、はい、話はちょっとスタンバイの間変わりますけど、え3人でやっててね、うん、歌入るときに間違えてそういうことないですか。いやもうありますよ、割とほら米安が O 型やったっけ、血液型。そうです、ね、O 型です。僕は AB 型なんですよ、はい、それであの AB 型と O 型っていうのはあのわっと出るときにね、あの O 型っていうのはねこうちょっと一度含んで出れるんですよね、はい。AB 型っていうのは浮かぶとボーンと出るんですよ。だからとりあえず僕が先出てしまうことが多いんです。そうすると声が大きいでございましょう。そうすると米安がまともに歌ってきてても米安が間違った風に聞こえてしまう時があるんですよ、ね、プライドを傷つけるわけですね、それでも堂々と間違った歌詞うわーっと歌ってると米安が合わせてくれるんですよね。僕ら3人でやってです、1回だけですけどね、3人全然バラバラの歌入ったことないですよね。私あの時もグループ解散しようかと思いましたね。本当に。あ、用意が今度はいいですか。間違いありません。はい。それじゃあ、 あの送る言葉を送ります。光と影と
去りゆく言葉にあなたへ送る言葉悲しみこらえて微笑むよりも涙枯れるまで泣く方がいい人は悲しみが多いほど人には優しくできるのだからさよならだけでは寂しすぎるから愛するあなたへ送る言葉しかしお互いの歌をこう交換して歌うと分かりますね歌唱力は五分と五分難しいよねこれね、うんうん、お互いにやっぱりそれぞれのバンドでしかできないメロディーなんでしょうね。結局ご覧になってる方はね随分下手だと思われたかもしれませんけども我々の歌はてめえで作っててめえで歌うもんでございますから2番はメロディーが違ったりするんですよはい、あなた任せですよ、ねね、ですから随分下手に聞こえたかもしれませんがこれが実力じゃございませんそうですね私もスバルっていう漢字をひらがなで書いたらもっと上手くできたんですよ、ね、分かるな悔しいございます。